するっつっても、塗るわけじゃなくて、今回これを買ってみました。ルーカスのヘッドライトコンバーターっていう大層な名前がついてますが、プラスチックのレンズカバーですね。これをリム外して、まあつけると。最初ね、作ろうかなとも思ったんですけど、こういうレンズカットとかやっぱ入ってた方がかっこいいんで、ミニクーパーとかね乗ってる人はよくつけてるみたいですね。イギリス製、まあルーカスなんで、あんまりビートルだとつけてる人はいないかもしれないですね。どんな感じかちょっとつけてみます。バコッといきました。こんな感じ、感じでね、引っ掛けですね。ちなみにこれ、僕のビートルのは、ヘッドライト自体マーシャルですね。マーシャル、猫がいる。おで、ちょっとずれるんですよね。リムの引っ掛けができるリムの位置が決まってるんで、中側のちょっとずれちゃうけど、じゃあ反対側のカトラスがつきました。これね、こっちはね樹脂でした。これメッキしてある樹脂、反対側は多分オリジナルのスチールなんだけど、全然気づかなかったな。全体像をね取りに行ってみますかね。家からね5分ぐらいの田んぼのあぜ道に来ました。こんな感じでね、黄色になるだけで随分こうちょっと顔つき変わって見えますよね。まあ、丸さんってあの顔がブサイクなんで、まあ、なんかちょっとねアクセサリーとかつけてこじゃれたことするとそのダサさが緩和されるっていうか、このさホグがでかいホグついてるんで、この鼻のこのブサイクなとこが若干これでこう中和される感が初めて見た時からねあるなと思ってて、これ結構重要かもしれないですね。これ撮ると鼻がこういう感じなのがバレるんで、なんかねいい感じですよね。まあこれのライトカバーは当然車検無理なんで、車検の時とかは外しますね。なんかいい感じになったと思います。今後こいつはもうちょっとね、なんかあんまり他の人がしてないカスタムの見た目はしようかなと思ってて、で今ね、ブレーキの部品をちょっと注文してて、まあ、それが来次第またちょっとね動画撮ってアップしようと思うんで、うまくいけばいいなと思ってます。